こんにちは、鴨志田エミリーです。番組が始まって早半年になりますね。今までいろいろな鴨志田を訪ねてきましたが、ここであることに気づいてしまいました。実は、東京都内で一回もロケをしたことがないっていうことに気づきました。なんだとはなんだということで、今月は東京都内の鴨志田を攻めていきたいと思います。はい、今回は東京阿佐ヶ谷にある作戦本部という会社を経営されている鴨志田さんを訪ねてみたいと思います。来ました、阿佐ヶ谷アニメストリート。なんかすごい可愛いですね、ピンクで。おお、なんかちょっとワクワクしてきます。番地でいうともうこのストリートの中だそうで、話によってあのガチャガチャ屋さん、ガチャポン屋さんだそうなので、ちょっとそれを探しながら行きたいと思います。なんかできたばっかりなんですけど、すごい綺麗なお店とか、アニメのいろんなコスプレのお店とかカフェとかがサイドに並んでて、一軒一軒ちょっと見たいです。あー、いっぱい、楽しいですね。こんなところがあるなんて知りませんでした。こっちもなんかお店、ガチャガチャがちょっと出てきました。違うのかな。あ、でもこんなにたくさん並んでるからガチャガチャ屋さんというので多分こちらだと思うんですけど。こんにちは。こんにちは。あ、どうもどうも。はい。鴨志田さん。あ、はい、そうです。鴨志田です。こんにちは。鴨志田エミリーと申します。鴨志田さん、どうもどうも。よろしくお願いします。どうもどうも。会えました、よかったです。いらっしゃらなかったのでちょっと声を張ってみました。はい、ということで改めまして、作戦本部の鴨志田義隆さんです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず、作戦本部さんっていう会社はどういった会社なんですか？ああ、うちの会社はですね、はい、やっぱりその企業さんの作戦を考えるっていうのが一番のミッションです。はい、で、僕がですね、もともとそのマーケティングという部分のコンサルティングをやっていたので、何ですかね、その企業さんが売り上げ上げるためにはどうしたらいいかっていうところの相談に乗っていたことが多くて、そのためにじゃあ、で、まあちょっと企業名とかは出せないんですけど、なんかこう流行らせるために何をするか、その時になんかお店を作るとか、流行らせるために例えばその商品を作るとか、流行らせるための CM だったりとか、流行らせるための何かを作るみたいなことで、お酒のブームを作ったりとか、車のブランドを作ったりだとか、そういうことを今まではずっとやってきました。はい、今でもそういったこともやってるんですけど、それとは別に今大きなものとしては、この今回は JR さんのその悩み事として、杉並区で何かこう2000平米ぐらいちょっと土地空いたから何か作ろうっていうことがあって、じゃあ杉並区だったらそのアニメの、まあ、制作会社が多いから、じゃあそのアニメということを舞台にして何かじゃあその2000平米ぐらいの土地を使ってやった方がいいんじゃないんですかっていうことで、今回阿佐ヶ谷アニメストリートというのを今回作ったというような形ですね。これできてどのくらい経つんですか？これは今年の3月29日にできたばっかりですね。はい、新しいんです。まだ新しいです。私アニメとか結構好きで、あら、はい。でもこの存在を知らずに、すいません。いえ、こちらこそすいません。ちなみに何かハマってるものって何ですか？いや、もう最近はその難しいものは見れてないんですけど、今は普通にバラッカモンとか見てます。なるほど。はい。
平和系に行ってます。でもやっぱり普通に昔からあるアニメも好きですし、あ、そうですか。アニメソングも好きなので、あ、そうなんですね。歌ったりしてます。あ、いいですね、いいですね、はい、お好きなんですか。そうですね、もともとやっぱり好きです。で、こう 今自分のお店もここにありますけど、はい、その前までは、中野、まあ、ちょっと隣の隣ですけど、はい、中野にコスプレの撮影スタジオもやっていたりだとか、はい、あとそのクールジャパンのプロデューサーもやっていたりとかするので、まあ、なんかやっぱりアニメ漫画関連で、海外に、日本から海外に持っていくってことはやってますね、はい。じゃあこれからまだまだ期待が膨らみますね。このストリートからまた鴨志田さんも通していろんな方にこう。そうですね、まあ、僕通すというかこの街自体がいろんなその海外にそのまま持っていきたいなと思っているので、はい、うちの祖父はそうですね、はい、お墓は茨城です、はい、お墓参りに行った時僕びっくりしましたよ。なんかもう意外にすぐ見つかるんだろうなと思って、はい、珍しい名字だから。でもいたって言ってどれだろうなと思ったら全部鴨志田。あ、そうですか。びっくりしましたね。もう全然見つかんないと思って。そんなにあるんですか。ありました、ありました。お墓全部鴨志田にして。今度墓ロケですね。墓ロケ次の企画。でも周りにいますか、鴨志田って今まで、ね。いないんですけど、はい、ただ何回かやっぱ出会ったことありますよ、はい、俺同姓同名も2回あります。すごいですね。病院で、あ、病院で、ま、俺なんか名前書こうかなと思ったら俺書いてやると思って、書いた覚えがないのに書いてやると思って、そしたらうわ出た、同姓同名2番2つ前に、うわしかも女性。あ、でも漢字がそうですよね、女性なのかなって最初思う。そうあれは斉藤由紀さんの、はい、で吉高って言うんですけど、はい、まあ、斉藤由紀といって通じる年代と通じない年代っていうのがそこで大体分かるみたいな。で僕は通じる年代の人たちはあ、はいはいはい、通じますよ、言ってるね、言ってるねみたいな、 ある程度言ってるねっていう感じがもう、そう分かる人ですね。同姓同名はすごいですね。います、います。で、横浜だとね、その横浜銀行っていう銀行があって、はい、その頭取が昔鴨志田姓で、よく僕中学生小学生の頃とかは、あ、もしかして横浜銀行の頭取のお坊ちゃまですかって言われて、はい、そうです、そうなんですね、わかりますみたいな嘘ついてました。なんかでもどうやら鴨志田っていうのは私も探ってると割と由緒ある名前なのかなと思います。でも鴨志田ってめんどくさくないですか、そのローマ字入力カモシダみたいな、カモシヒダもうめんどくせえとなるしなります。漢字もめんどくさい、めんどくさいし、でもしかも俺吉高って全部角張ってんの、こうなんかもう漢字、私も本名、今芸名はエミリーってひらがななんですけど、うん、本名はエミリーって全部漢字なんですよ。その漢字が大変込み入ってまして、ゴム印も小学校の頃自分だけゴムの質が違って6文字ギュッてこう詰めたゴム印で、硬いゴムじゃないと押した時に全部黒くなっちゃうんです。だからえって押すとビュッて真っ黒のバーコードリーダーみたいになっちゃうんです。これね、鴨志田エミリーじゃないと分かんないんですよ。これ、ね、習字も名前で失敗するんですよ。菜の花なのに鴨志田エミリーでなんか全部チュク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 ってなって失敗したりとか、結構そういう名前で苦い思いをしてますね。で、あとお願いがあって、これ本題なんですけど、はい、鴨志田さんに、私の企画をなんか考えていただけないかなと、うん、せっかくこういう面白いことをされてるので、私をもうちょっとこうなんとかしてもらえないかなと思って。すげえ他人任せ。半端ねえ、他人任せ。いやいや、こうマジで、どういうふうに全然情報ないよ、だって今のところ情報ないままなんとかって。いや、パッとなんかないですか。でも俺オレンジしかねえもん。オレンジしかねえもんだと俺の中に来てる情報が、それ以上の情報ないもんだって。じゃあそれだけでもなんか編み出せたり。マジでオレンジだけで、色だけで来る俺。すごいよ、それ。オレンジとこれまでの今日のトークでなんか。あ、そうだね。まあでもそれ綿密に話をして。今のところお墓とかさ、ハンコと。あとオレンジしかない、この3つでどう組み合わせるかってね。じゃあその詳しい話は応用していくとして。おいおいね、これ今じゃ何の話すんの。ありがとうございました。いいね。はい、ということで、鴨志田さんにかなり押され気味のトークでしたが、いかがでしたでしょうか。こんにちは。あ、来た、こんにちは。かわいい。鴨志田エミリって言いまして、はい、鴨志田いいねっていう YouTube の番組を今撮影してるんですけど、はい、そうなの、こっちか。
そうなももち、そうなエミリー、一緒に映ってもらってもいいですか？あ、大丈夫、もっちよ、今終わったとこなので。あ、かわいい。え、もっちのお友達にも鴨志田さんっているよ。あ、そうなんですか。うん、株式会社鴨志田っていうのをやってるの。ちょっと、じゃあその情報をちょっといただいて、ぜひ今度取材させていただきたいと思います。ありがとう、ももち。はい、よろしく、もっち。じゃあ、ももちゃんも可愛いんで、皆さんぜひチェックしてください。はい、ももち、みなみなもっち、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。急にすいません。お疲れ様です。また。